中島さん、ピーピー、ホイッスル吹きたいみたいな感じですね。じゃあ、あれですかね。じゃあ、まあ、なんかホイッスルが似合いそうな、結構上げ目のハードコアみたいのをちょっと、軽くやっていきましょうか。そうですね。今日はハードコアを作ってるんですけど、まあなんか2010年ぐらいかなのハードコア、UK ハードコアっぽいのをちょっとやろうかなって感じですね。まあ大体とりあえずこんなもんでいいでしょう。微妙に定番系っちゃ定番系ですけど、一旦なんか基本になりそうなピアノみたいなやつを入れましょうかね。まあ、ピアノ入ってるとやっぱりね、ホイッスルが似合う感じに。島村さんの作品だとマックスより前あたりですかね。バイナルだと東京ナンバーワン。おお、すごい。普通にめっちゃ初期じゃないですか。ダイナスティレコーズの。パワースラムとかあの辺ですね。ピアノね。ピアノちょっとしっかり。ピアノちょっとでも今思ったけど、今ちょっとこのシンセ、この、これやめよう。この音じゃなくて、まあちょっと、意外と使ってそうで使ってないところで、ちょっと久々に M1 にしましょうね。せっかくなんで。とりあえずこんな感じで。
白なんかそれっぽいの。フリーズ、センキュー。意外と評判がいいということで、ボーカル的なものを探してみましょうかね。まあこの辺ちょっと定番だな。 Until you love me, take me. あえての定番をぶち込んでみると、はい、で絶対にキーは合ってないので、モズくんこんばんは。今は UK ハードコアを作ってます。なぜか。
クワに高い音楽性と高度なメロディーを追求した末に完成したのが島村さんの作曲されている3歳からとか謎の分析をしていただき ありがとうございます。思いがけずこのコードを鳴らしてるやつをちょっと非常に音が短い感じにしてみたら、なんか昔のスクワディっぽさがちょっと出ていいですね。なんでクラップ入ってないんだろう。
という感じで大体出来上がってきたんじゃないかって感じなんですけれども、メインブレイクというか、始めたのが1時間20分ぐらいですね。1時間20分ぐらいで、まあだいたいこんな感じの、あとは2010年ぐらいの UK ハードコアのビートで、まあでも鳴ってるシンセとかボーカルの加工の感じはちょっと割とまあ最近っぽい感じの音で構成されてる感じですね。意外とだからやっぱりその使ってる音とかで結構時代感が出るかなっていうか、よくよく考えたらなんかピアノじゃんじゃん鳴らしてないなっていう、ピアノもっと鳴らせばよかったな。でもこれが結構後半とかに出てくるともう一回ピアノで盛り上がるかなっていう感じでしょうかね。今日は結構何にもないところから作ってったんでね、マジで超鬼のようにシンプルな UK ハードコアって感じですけど、意外とこのここはスネアロール、なんかあったかな、こういうなんかというのかな、スネアロールだなかった。
ありがとうございました。